不思寺は、大阪府堺市堺区区市町東にある、日蓮宗の寺院。三号は、愚足山。旧本山は、京都立本寺、親し方園。つぼひしんさんの寺と呼ばれ安山原帯で知られる。区内には、由緒寺院妙国寺をはじめ付近の広角寺や朝日、寺、月倉寺などの日蓮宗寺院が多数ある。明王元年創建された。 自伝ではダイナゴンクシゲタカシアサが創建というが、年代が一致しない。天正十四年、豊臣秀吉によって、主印寺とされる。太平洋戦争中の昭和二十年に、無差別爆撃により、書道を全焼した。戦後堺市戦災復興都市計画により車の、町から現在地に強制移転され合わせて、墓地も堺市南区鉢が、峰の堺市公園墓地に移転された。 現在の本堂は昭和40年栗と共に再建されたもの。昭和56年立正大師日蓮700、延期記念として本堂、栗を改装し、大秘水子地蔵村が安置された。慶長4年母君の梅女が男児を解任し、出産直前に亡くなった。壺棺に収めて寺の墓地に土葬したところ棺の中で奇跡的に出産したという。 その後男児は出家し必心と合してくしげて発生となり、自分が奇跡的な安産であったお礼に安産主語をすると誓ったという、ありがとうございます。